クラブにおいて親会社やメインスポンサーの持つ役割は大きく、金銭面はもちろんですが、経営に直接関わることも多いです。2023年の J1 はヴィッセル神戸が優勝しましたが、親会社の楽天は6年間で300億を投じたとされています。そんな親会社やメインスポンサーが撤退したり、支援を縮小すると経営が一気に厳しくなります。そこで今回は、親会社が撤退したり、スポンサーが撤退、支援縮小したクラブの一部始終を紹介したいと思います。この動画を見ることで、親会社やスポンサーの大事さがわかるかと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでください。売れないわけにはいかないのが横浜フリューゲルスです。アナの企業チームにゼネコンの佐藤工業が参画する形でできたフリューゲルスは、オリジナル10のクラブとして J リーグに加盟しました。エドゥ、サンパイオ、三浦篤、前園、山口元博などが歴代で所属しており、93年に天皇杯優勝、96年には J リーグで優勝争いを繰り広げました。しかしバブル経済は弾け、 J リーグも厳しい時代となってしまいます。1998年10月29日、マリノスとフリューゲルスの合併をスポーツ新聞各紙が一面で取り上げ、騒然となります。その理由は、経営不振に陥った佐藤工業がクラブ運営からの撤退を決断し、赤字経営のアナも単独でクラブを支える余力がなかったとのこと。マリノスの親会社である日産との協議の結果、両クラブは合併し、実質的にはマリノスがフリューゲルスを吸収することになりました。合併発表後初の試合では、サポーター団体が合同で合併撤回を求めてクラブとの話し合いを要求。2回合わせて20時間にわたる交渉も覆りませんでした。選手たちにも一方的に通告され、アナとの話し合いの場を求めるも実現せず、クラブ存続が不可能だと悟り、悔し涙を流したそうです。そして合併反対運動は選手たちも加わり、全国に広がり、30万を超える署名が集まりました。リーグ戦のホーム最終戦で勝利後には、エンゲルス監督が、 J リーグ、企業、誰でもいい、助けてくれと魂の叫びを上げます。しかし全日空スポーツ社長は、フリューゲルスは新チームで生き続けますと場違いな挨拶をし、大ブーイングとなりました。さらに調印の日時を知らせるという約束を破り、抜き打ちで両クラブの合併が調印。そんな中で天皇杯がスタートします。ミーティングで若手のアピールの場とする意見も出ましたが、若手はベストメンバーで戦うべきだ、フリューゲルスの誇りを持って最後まで戦いたいと泣きながら発言。一丸となったチームは、大塚製薬、甲府と立て続けに勝利。準々決勝はナビスコカップ王者の岩田を2対1で下し、準決勝では J リーグ王者の鹿島に1対0で勝利しました。快進撃です。クラブ最後の試合となる決勝戦は、清水に先制されながらも逆転勝利。奇跡の優勝でフリューゲルスの歴史に幕を下ろしました。その後、1999年にマリノスと正式合併され、マリノスはフリューゲルスの F を加えた F マリノスへと改称。一方で、フリューゲルス存続を願うサポーターの一部は横浜 FC を設立し、現在に至ります。日本代表ゴールキーパーで長らく務めた奈良崎は名古屋に移籍しますが、前所属横浜フリューゲルスを消したくないので、できるならもう移籍したくないとの発言を残し、2018年に引退するまで移籍しませんでした。フリューゲルスの悲劇を繰り返さないべく、 J リーグは経営監視体制を強化しました。クラブの経営不振に J リーグも積極的に関与するようになり、フリューゲルス以降は J リーグクラブの消滅はなく、25年が経過しています。ベルマーレは建設会社の藤田のサッカー部が前身であり、藤田はベルマーレの運営会社にも全額出資していました。ベルマーレ平塚として1994年に J リーグに入会し、天皇杯でも優勝、湘南の暴れん坊という言葉も生まれました。1995年から1998年夏まではヒデがプレーしたことでも知られており、98年のワールドカップには日韓4人の代表選手を輩出しました。しかし1998年秋、親会社としてベルマーレを支援してきた藤田は経営危機に陥り、ベルマーレへの支援が困難になります。そのため1999年の年間予算は17億円から10億円に、選手人件費も10億から半減以下に減り、ロペス・ワグナーや小島信之など主力選手が移籍してしまいます。補強どころじゃない状態で成績は低迷し、年間4勝しかできず J2 降格となりました。肝心の存続問題はチーム消滅を避けるべく、地元の中小企業や
平塚市、市のサッカー協会、さらに親会社藤田も奔走します。藤田は銀行の管理下に置かれるほどの経営難でしたが、社会性のある J クラブを消滅させるわけにはいかないというプライドがありました。どこかの航空会社やゼネコンはそういうプライドを持ってなかったのでしょうか。そうして藤田が2億円もの資本金を残す形で設立し、平塚市などに株式を譲渡する形でできた新会社が運営する形に決まり、市民球団としての再出発が決まりました。その新会社の代表取締役会長には地元の衆議院議員である河野太郎が就任します。現在はベルマーレ圧勝おじさんですが、この頃は経営にも関わっていました。なんとか存続が決まって迎えた2000年の年間予算は6億円と2年前の3分の1まで減少します。ただヒデが個人でユニフォームスポンサーを務めることとなり、クラブは沸きました。この年に経営基盤強化のためにホームタウンを広域化し、クラブ名も湘南ベルマーレに変更となります。ちなみに湘南エリアでない相模原市と横須賀市も参入を検討していたとのことです。もしかしたらベルマーレ神奈川だったかもと思うと、強いイメージを持つ湘南で良かったのかもしれません。チーム成績は J2 でも低迷していましたが、2009年に反町監督の下で11年ぶりの J1 復帰を決めます。その後成績は昇格と降格を繰り返しますが、2010年代後半には三栄建築設計やライズアップグループがクラブ運営に関与することになり、さらにかつての親会社藤田もユニフォームスポンサーとして復帰し、経営は強化されました。そして2018年には湘南ベルマーレとして初めてのタイトルも獲得と結果にコミット。さらにリバウンドすることなく6年連続 J1 残留を果たし、新しい時代を迎えています。ヴェルディほど経営主体が何度も変わったクラブは日本にはないでしょう。1991年に J リーグ発足に向け、読売新聞社、読売ランド、日本テレビの読売グループ3社の出資で運営会社を立ち上げます。読売クラブ時代から競合だったクラブは、圧倒的な人気を誇るスター軍団を擁し、J リーグに連覇するなど、栄華を極めました。しかし、プロ野球のような運営ができないために、毎年20億前後の赤字が積み重なり、鍋常は、ヴェルディ川崎の赤字は限界と発言。こうして1998年をもって、読売新聞社と読売ランドが経営から撤退し、日本テレビの全額出資になります。同時に和也、柱谷哲司など高額年俸の選手がチームを去りました。アジスタが完成した2001年にはホームタウンを川崎市から東京都へ移転し、クラブ名も変更。かつての名門は見る影もなく、2005年に J2 降格となってしまいました。2006年にサイバーエージェントが株式の半数近くを取得し、過半数を保有する日本テレビに次ぐ大株主になります。しかし筆頭株主でないことから、思うような経営参画ができず、2008年1月に株式を売却し撤退となりました。ちなみにサイバーエージェントは2018年に町田ゼルビアの経営権を取得。当初クラブ名変更問題がありましたが、現在もクラブ経営に尽力しています。そして2年ぶりの J1 となった2008年、リーマンショックの影響で親会社の日本テレビは37年ぶりの赤字転落に陥ります。翌年の予算は大幅削減となり、クラブの J2 降格もあって多くの主力選手が退団となりました。2009年には日本テレビが経営から撤退。クラブのユース出身者が立ち上げた会社が運営を引き受けます。しかし見込んでいたスポンサー収入が入らず、2010年の途中で資金ショートの可能性が浮上。 J リーグが緊急融資と同時に経営に関与し再建に乗り出します。以降新たな出資者を募り、スポーツ小売りのゼビオと結んだ大型スポンサー契約などで経営基盤を整え、2011年以降の存続に至りました。2014年は胸スポンサーが決まらずシーズンが開幕。10月になり、サポーターら有志が設立した緑の心臓が胸スポンサーに決まります。緑の心臓は2015年も胸スポンサーを担当し、現在ではファンクラブの名称にも使われています。2017年から2年間は怒涛の合格、美鈴学園などを経営する会社などが大口スポンサーになります。会社社長が新興宗教の教祖ということもあり、様々な反響がありました。降板になった際にはゼビオの意向で降板になったとの内容を怒涛の長文で発表、怒涛の降板となりました。2018年末にはドッカンバトルなどのゲームで知られる IT 企業の暁が株式取得とパートナー契約締結を発表し、経営にも参画します。しかしコロナ禍の2020年にまたも資金ショートの可能性が浮上。ヴェ
クラブは増資のめどを立てるも、その手法に株主のゼビオが反発します。ゼビオは2010年の契約で得ていた新株予約権があり、これが問題に。新株予約権については怒涛の長文でも触れられていました。新株予約権の行使に難色を示すゼビオは、スクール事業の売却などで急場しのぎを提案するも、ヴェルディは反発。ホーム最終戦ではヴェルディ社長が涙ながらにクラブの窮状を訴え、サポーターは経営陣支持とゼビオ批判の横断幕を掲出。ドッカンとしたバトル状態になってしまいます。ヴェルディは臨時株主総会を開いて決着を図ろうとするも、その直前にゼビオは新株予約権を行使し、ヴェルディを子会社化を発表。経営陣も刷新となりました。この時に暁の CEO は2020年一番イラッとしたプレスリリースでした。仲間を追い出して後ろから石を投げるのはスポーツマンシップにそぐわないと思いますなどと SNS に投稿。その後暁は2020年を最後にユニフォームスポンサーを終了し、2021年1月にリリースしたコンセプトムービーではこれが最後の作品と発表されました。この騒動の影響と見られますし、株式売却の報道こそありませんが、関与を弱めたのは間違いないでしょう。暁はドッカンテーブルに放り込まれてしまったようです。ゼビオ主導の体制となり、3年目の2023年快進撃で16年ぶりの J1 復帰を決めました。いい流れに乗って経営体制も安定化するのでしょうか。1999年に J2 参入し、2002年に J1 昇格を果たした大分トリニータ。しかし2004年、クラブ創設当初からユニフォームの胸スポンサーを務めていたペイントハウスが年度途中で撤退してしまいます。これをきっかけに経営難に陥り、2005年9月時点で7億2500万円の累積赤字、3億4400万円の債務超過となってしまいました。さらに2004年途中に胸スポンサーとなっていた小室哲哉が役員を務めるイベント会社からのスポンサー料滞納も発覚。運転資金確保が緊急の課題となったクラブは、大分県に公的支援を要請し、県の外郭団体から2億円の融資を受けることとなりました。またパチンコ産業のマルハンが2005年6月に胸スポンサーとなり、経営危機を乗り切りました。 J リーグの規定に抵触するとの指摘があったマルハンのスポンサードについてですが、この時は特例として認められたものの、2007年以降はユニフォームスポンサーとしての許可が下りず、そしてリーマンショック不況となった2009年、ユニフォームスポンサーができないことを理由にマルハンがスポンサーを完全撤退してしまいます。懸案が4年越しで問題化してしまいました。さらに2009年途中からユニフォームの胸スポンサーとなったフォーリーフジャパンはマルチ商法で業務停止処分された会社であったため、サポーターが反発し、同年限りでスポンサーから降板となります。こうして大口スポンサーの撤退が相次いだことで、2009年11月からのリーグ戦3試合の運営が困難な状況に追い込まれます。ここで日本プロサッカーリーグが設立した公式試合安定開催基金からの緊急融資を申請。融資額は当初から大きく膨らみ、合計6億円になり、債務超過も10億円を超えていました。経営が不安定なせいか、チームは大不振に陥ります。チームがバラバラじゃねえか、次は絶対勝つ、トリニータといったやり取りは11連敗となった試合後に発生したものですが、さらに14連敗まで拡大。早々に J2 降格が決まりました。オフは資金難と J2 降格が重なり、西川おでんくん、森重、金崎ムーなど主力が退団。チームがバラバラとなってしまったためか、2010年、2011年と低迷しました。2012年もまだまだ経営再建中ですが、チームは好調で昇格争いに絡みます。しかし、公式試合安定開催基金からの融資を返済しなければ昇格できないという条件が課せられてしまいます。それでも市民や団体から寄付を1億円以上集め、さらに地元経済界や行政からの多額の支援もあって、基金からの融資を完済。見事に経営面での J1 昇格条件をクリアしました。勢いづいたチームは4年ぶりの J1 復帰を果たし、県民の支援に応えることができました。チームがまとまってるじゃねえか、トリニータ。巨額の債務超過も2019年までに再建完了となり、経営規模は順調に拡大、健全経営に努めています。J2 オリジナル10で長らく J2 の中堅クラブだったサガン鳥栖。大きな経営問題が2度ありましたが乗り切り、2011年に念願の J1 昇格を果たします。J1 初年度となった2012年は快進撃を見せ5位。
その後も J1 に残留し続けてきました。経営では2015年7月からサイ・ゲームスと年間5億円以上のスポンサー契約を締結。 J2 時代の2011年に7億円だった営業収入は2018年には42億円にまで成長するなど、猛スピードで経営規模を拡大していました。2018年9月、サイ・ゲームスとのスポンサー契約終了が報道されます。サイ・ゲームスの親会社サイバーエージェントが FC 町田ゼルビアを買収。一つのオーナーが複数の J クラブの経営に参画できない J リーグの規約には抵触しないと見られるものの、グループを挙げて町田を支援するために撤退を決めたようです。12年間にわたって胸スポンサーを務めてきた DHC が2020年の開幕直前に契約を延長しないことが明らかになり、開幕1ヶ月前にもかかわらずユニフォームが販売できない事態となります。かろうじて佐賀新聞が暫定の胸スポンサーになり、ユニフォーム販売も発表されました。コロナ禍でシーズンが中断となり、資金難によるチーム存続危機とまで報じられてしまいます。2019年度の経営情報が発表され、営業収入が前年度から10億円減少の25億円台にまで激減していることが明らかになりました。広告料収入はサイ・ゲームス離脱やトーレス引退によるスポンサー撤退の影響で15億円減少の8億円に。積極補強と監督交代の付けが回り、19億近い赤字です。とんでもない決算にアカントス、アサントスとの声も。この決算に対し、竹原社長は20年予算では人件費を約半分の12億まで削減しており、調整を終えた育成型チームに移行するとアピール。全選手スタッフによるウェブミーティングで、クラブに収入を生み出す一例として、マンションをみんなで買わないかと不動産投資を提案する一幕もあったとの報道も。大迷走です。厳しい状況に追い込まれたサガントスでしたが、佐賀県はコロナ対策の一部として1億円の支援を決定。地元鳥栖市の企業である久光製薬の特別協賛も発表、サロントスになりました。11月には地元企業の木村情報技術が胸スポンサー、さらに2社が背中スポンサーに決定。コロナ禍で企業経営も厳しいと思われる中、地域の企業が手を差し伸べてくれました。シーズン終了前に2020年度の決算が10億円の赤字、10億円の債務超過になることを公表。竹原社長は来期までの経営の見通しはついたとして退任となりました。2022年にはユニフォームスポンサーが全て埋まり、営業収入27億円でゴキブリに黒字達成。債務超過も24年度決算までに解消の見込みが立ちました。サイ・ゲームスがアカデミースポンサーとして再び協賛が決定し、企業版ふるさと納税制度を活用して2年で7億円の支援も発表されました。この間のチーム成績は20年は13位、21年は一時3位まで浮上し、最終結果も7位、22年は11位、23年は14位と低予算ながら残留争いにはほぼ巻き込まれず大健闘しています。あれ、若手主体の方が強い。 J1 で13年間戦い続けているサガントス、いざという時に頼りになるのは地元とアカデミーなのかもしれません。低迷したり消滅まで至ってしまうクラブもある一方、立て直し J1 に残り続けるクラブもありました。これは J リーグの経済格差が大きくなく、選手編成や監督の能力でひっくり返してしまえるからでもあります。またフリューゲルスの悲劇以降はサポーターや地域が支え、なんとか消滅を回避するようになりました。 J リーグも経営の監視や指導などで問題が大きくなる前に対応しています。そのため外国ではコロナ禍で消滅したクラブも多く出ましたが、 J リーグでは出ませんでした。他にもメインスポンサー撤退で経営が傾いたクラブもあることでしょう。皆さんコメントで教えてください。それではまた。